はい、みんなこんにちは。今日は令和元年の9月の19日です。午後1時42分ぐらいです。今皆さんが見てるこのブルーな画面の通り、私の気持ちも今ブルーなので動画撮っています。皆さんメルカリ知ってますよね。で、私もメルカリ使ってるってこの間話したと思うんですけど、受け取った人がね、以前買ったね、同じようなものとね、比べてちっちゃいとか言って、なんか、まあ文句じゃないんですけど、そういうね、ちょっと、まあ、鬱陶しいメールをね、送ってきて、それに対応するのに本当に疲れたので、愚痴を言おうと思います。てめえが前に買ったやつなんか知らねえよ。それと同じものじゃないっつってんだろ。私、本文に、それの大きさまで測って、何点何センチですって書いたんですよ。で、しかも、実物の写真も載せてて、明らかにその前の買ったものと、絶対大きさとか、雰囲気とか、形とか、違うってわかるでしょ？で、しかも、サイズだけをバーンって書いたわけじゃなくて、なんでサイズが違うのか、まあ、ちょっと植物の種だったんですけど、もうその採取の地域だったりとか、品種の違いによって差がありますって、私のものは、少し小さいから、このぐらいのサイズですよって、写真付きで載せてるんですよ。なのに、買っといて、後から前に買ったものはその倍ぐらいあったとか、本当にそうなんですかとか言われて、で、私、気持ちで、少し多めに、お譲りしたんです。おまけとして。そしたら、それを、今度、数が違うから、なんか、違う種と、ま、入れ間違えられたんじゃないかって言われて、本当に本当に悲しいし、なんか本当に本当になんか残念で、で、しかも、本文読んでなくてそういう風に言われて、もう別のもので、その人が前に買ったものなんて私に全然関係ないのに、そうやって比較されて、まあ、そういう風にとにかく、言われたことが、なんか悲しくて、おまけもせっかく詰めつけたのに、なんか本当、切ない気持ちになりました。以上です。まあ、愚痴なんで、聞いてくれた方、ありがとうございました。じゃあまた引き続き、別の動画で、お会いしましょう。じゃあ私の気持ち、でした。バイバイ。